はい、どうもみなさん。どうも、ダブリ w マでーす。イェイえー、今回は、えー、先週に続き、モンスターシリーズンを攻略していきます。次に挑戦するのは、モンスター、ウルトラ。いやー、前、ま、もだけど、なんか、すっごい強そうな気がするんですよね、これ。では、早速飲んでいきます。では、一旦だきます。 ういとい甘いえっと待ってあのモンスターウータラこれ普段よりも甘みが凝縮されてるんですよね <laughs> <laughs> えっと説明っあダメだ読めない <laughs> やっぱり甘い。ちょっといいですかえっと、あの、これ。まあ、コーじゃもう一個伝わんないかもしれないんですけど、えっと、あ、知れないんですけど、なんかこう、一口飲んだ瞬間、フルーティー的な甘さが来るんですよね、これ。 で、飲みやすいごちそうさまでしたえー、今回紹介したこのモンスターウルトラ ウルトラっていうか、すごい強いかなと思ったら、むしろそんなことは全然ないです。<laughs> いや、ほんとに <laughs>、アブソリュートゼロよりすっごい飲みやすい。マジで飲みやすい、これは。おすすめ。あ。おすすめです。これはおすすめ。コアのモンスターファンの方にしたら、まあ飲んだ人、多分ほとんどの 結構、コアなモンスターファンの人は飲んだと思うんですけど、ま、あ俺は初めてですが、飲みやすいです。<laughs> 初めてモンスター体感して、それでくどいっていう人は、この、モンスターウルトラをおすすめします。甘いのが逆だな人は普通を。それでは来週は、前回紹介した中の最後の一つ。 モンスターカオスに挑戦したいと思います。それではまた来週。See you next again!